F マリノスは堅い守備が持ち味の小倉が怪我から復帰です。一方アルビレックスはブルーノロペスとミシェウの2トップで臨みます。 F マリノスは序盤からアルビレックスの激しいプレスで受け身になります。前半の14分、中央からミシェウのシュート、さらに20分、この谷口のパスをカットされます。攻め込まれます。田中アトムから村上にパスを通されてクロス、最後はチョヨンチョで先制点を許します。いや、ここも自らなんですね。そうですね、やはりこの自陣近くでこのパスミス、そしてここでためを作られて、まあ、クロスがまたワンタッチになるんですけど、そうするとやはりどうしてもボールウォッチャーになってうまくつききれない、まあ、マリノスらしくない失点と言えると思いますね。前半はこのまま終了。優勝したいならもっと戦いと劇を飛ばした木村監督。すると後半2分、 F マリノス厳しいプレスで逆にボールを奪うと、最後は小野裕二、流れをつかんだかと思われましたが、14分、酒井豪徳、これで2点目。まあ、これもスローインからの失点なんですよね。そしてこの酒井のシュートも見事だったんですけど、やはりここに寄せきれてない、まあ、マリノスらしくない失点と言っていいと思いますね。さらにその1分後、栗原がこのボールを取られます。ミシェウに決められて、これで3対0。追い込まれた F マリノスは26分、小野のクロスから向こう側、栗原、汚名返上のゴールで1点を返します。しかしそれからわずかに1分後、アルビレックス本間から村上とつながれて、このクロス、ブルーノロペス、これでまた3点差、4対1。まあ、取られる時間も良くないですし、このクロスに、単調なクロスに失点するというのは本当にマリノスらしくないと思いますね。マリノスはロスタイム途中出場の天野がゴールを決めて食い下がりますが、反撃もここまで。アルビレックスは8試合ぶりに勝利。 F マリノスは今日も守備を立て直すことができませんでした。